フェルグソンイシは様々な軌道類元素を含む複酸化鉱物である。蘇生式は運動を読んで表される。ここで RE はイットリウムと雇用した軌道類元素である。通常はイットリウムが支配的なイットリウムフェルグソンイシであるが、セリウムやネオジムが卓越する場合があり、それぞれセリウムフェルグソンイシ、ネオジムフェルグソンイシと呼ばれる。他の気元素の料は、 やや少なく、時に、ニオブの一部が、タンタルで置き換えられていることもある。本来は、ファーガソン石と呼ぶべきであるが、日本では、本記事の通りの名称が一般化している。同質異常の高温型鉱物として、ベータネオジムフェルグソン石、ベータイトリウムフェルグソン石、ベータセリウムフェルグソン石が知られているが、いずれも質ルンつ分類では 4DG10 に分類される。 まさかた明系に属しハ派オモシと同じ構造を持つが、わずかに含まれるトリウムが放つ放射線によってメタミクト化を受け非消失化することもある。加工アンペグマタイ途中にハリジ結晶、または中上結晶として見られる。名称はイギリスの政治家、鉱物収集家のロバート・ファーガソンにちなむ。ありがとうございます。